ちょっとハワイでヒデトラも一緒にトレーニングやります。で一発目、新年一発目 TK アカデミーの、トレーニング、ビーチトレーニングで、いろんな動きをちょっとやっていきたいと思うので、今後まあちょっとハワイ拠点にしていろんなトレーニング動画とか、ジムも含めてね、こういうビーチだったり山だったり、いろんなトレーニングの、動画撮っていくので、ぜひ、チェックしてください。で今日はビーチでアジリティとかスプリントとか、まあそういう系をちょっとヒデトラが今日、まあ一昨日かコロラドから、コロラドっていうね、あのとんでもない寒い真冬の今ね、雪で、はい、マイナス15度ぐらい、もうそういうとこから、はい、あのトレーニングとしてね、ちょっとハワイには短い期間だけど来てるんで、一緒にちょっとトレーニングして、オフシーズンのちょっとね動き出しとかいろんなトレーニングやっていくんで、ぜひ、チェックしてください。 OK、 じゃあ I spend my days introducing my guitar to my pain. There's so many blue stains where my teardrops hit the page in my notebook. Flip me 180 new direction and I'm floating. Never imagine me here.止まる動作っていうのは強い設置じゃん、はい、でこの中の動作っていうのはシャッフルだから、はい、軽い設置じゃん。だから直径リアルにここからこれから軽くて止めるおったより両足設置は強いでしょ、はい、でも両足で設置はしないんだよ、はい、絶対必ずストップ動作、切り返し、どんな動きも必ず片足ずつ入る。じゃあどうやって速くするかというと、
この動作をついた瞬間にこいつが違うところにあったら遅くなるの。そう、これをついた瞬間に落とし押さえる。そしたら入れ替わるから、それが使うと短くて軽い設置なのに強くなる。イメージ片足で軽く設置したら弱いじゃん、はい、でも軽く設置したいのね、すぐ足を切り替えたいから、はい、ってことはじゃあどうするかって、こっち入れればそうすぐ切り替えるから、要は自分の体重がかかる分を分散させてる、はい、だから両足で切り返すイメージでできるから。減速動作だけ、減速動作するってことは、はい、ある程度設置は長くなる、はい、切り返し動作4歩目、はい、4歩目っていうのは切り返し動作だから長くしたらそこにずっといるじゃん、せっかく減速してるのに長くする必要ない、はい、スピードが減速してるからもう一瞬か、はい、で切り返し動作、今度だから左ね、
まではストップ動作だからまっすぐでストップさせたい時はまっすぐ、今はストップと方向転換してるってなるとまっすぐ弱いんです、ストップ動作になっちゃうからこっちの切り返しができない。だからこれがフェイントだったらいい、フェイントを描きたいんだけど、でも早く切り返しをしたいだけだから、その時は自分の重心はずらさない。Counting up wins, that's part of the plan. Black male taking up my head as a CC. I can't fail, I'm gonna pick the reason with repeat. I'm knee deep, need a dub, best that you seek me. I'm too sick, yeah, I know I make it look easy. Easy, 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 yeah. Tell them don't try to play me. 以上です。今日はね、ちょっとアジリティだけやりました。どうだった？いやもう、切り返しの久々にこう反発とかの自分で細かいのも、細かい日本では結構やってたけどね。そうですね、かなり思い出して、でその違いとかもだいぶ分かったんで、本当にその膝を上げる上げないとか、はいはい、足を自分の重心から外に出す出さないで、ストップ動作正面のこの自分の重心内のストップ動作、はい、横に動く時のこの足幅を取る動作って、はい、もう基本的にこの動きをやりたいんだったらこうした方がいいって全部あるんです。それを知らずに横に早く行きたいのに縦に踏んでるからそれ時間かかる。だからこれを勝手に使えるようになるともう瞬時にいろんなシチュエーションで使い分けができるから、これがもう本当アジリティのマジでこう今日結構レベル高い、はい、応用、はい、クソだな散々結構やってたからそうですみたいな感じです。あーこれ有料級だ絶対やばいっすまあでも本当にこういう動きがめちゃくちゃ重要だから、はい、特にアメフトなんてもううわーこんなサイズで横の動きがすごいじゃん。そうです、ね、縦だけじゃなくて、はい、だからこういうアジリティを今日ね砂浜だからちょっと負荷がめちゃくちゃ高いし、はい、結構ねしんどいと思うんだけど、まあこういう日です。はい、あざしさん、いいね、はい、このビーチバックに最高だね。ちょっとみんなの気分も上がるんじゃないですかちょっとねやっぱねなんかトレーニング界あれでしょ、なんかすぐ人のさなんかこうあれが違うこれが違うだのなんかそういうのじゃないんですよ。いきなりぶっ込んでるけどそういうのじゃなくね、やっぱみんなで高めていこうぜっていういいものをさみんなで提供してそれをやればいい。で選ぶのはねそれは各自が選ぶわけだから、そういうのをなんかこう雰囲気よくしていきましょうよ。見てよこんなことで揉める揉めます小さくないいいじゃんみんなで高め合えればということで以上です。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。また今後ねこういうちょっとねトレーニングとこのなんか気分が上がるようなもう全ての気持ちとかパフォーマンスとか全部上げるチャンネルになっていくと思うのでぜひ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。でヒデトラの YouTube も撮ってるんでヒデトラの、YouTube チャンネルも概要欄載せていくのでぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はねちょっと、アジリティビーチでのアジリティトレーニングということで、ぜひ、参考にしてみてください。それではさよなら、バイバイ。